どうもこんばんは。どうもこんばんは。よろしくお願いします。ケイチです。どうもいる小林です。どうもお久しぶりです。お久しぶりって何ですか。え、お久しぶりじゃないですか。いや、一日ぶりですか。いや、すごい合ってる。ここに なんでいるかっていうとですね、はいはい、なんで今日ですか。僕とあの松本先生と、はいはい、KK エンターテインメントっていう会社を作りたくて。あ、いいですね。はい、まだ作ってはないんですけども、まず、はい、まず中目黒を拠点とした、はい、うん、この中目黒ベースという、あ、これですね、はい、こちらをベースができて、はい、まあ、拠点にして、はい、でまだ最初2人、松本先生と僕だったんですけども、はいはい、いろんなことを経て、はい、タイタンの学校に、講師になって松本さんが、はい、でそこに、うん、ノンオイル小林さんが来て、うん、出会って、はい、いろいろ経て、はい、中目黒ベースに、はい、ノンオイル小林です。あ、はじめまして、はい、ノンオイル小林です。よろしくお願いします、はい、やっぱり明るいんでね。そうですね、小林さんが、はい、だから明るい人をやっぱり KK エンターテインメント入れたいっていうのもあるし、はい、小林の K じゃないですか。いいこと言ってくれました、ケイチさん。もう感じてましたね、私もそういうように感じてました。はい、まあ、あの夢の中に出てきましたから、ケイが、ケイが出てきましたから。嘘つけ。いや、でもあのケイチさん、なんですかね、あの首あげただ、あげただ、あげただ。ありがとうございます。いや、だからそのなんていうんですかね、あのやっぱりちょっとあの小林さんも静岡で介護の仕事をしたりとか。そうですね。で、あの松本さんもシナリオを、うん、あの新人さんのシナリオを舞台にしたいっていう思いがあったりとか、うん、そうですね、あと僕もなんか皆さんもうお年寄りの人を笑顔にしたいっていう、あ、なんか漠然としたんですけど、そうですね、夢があるんですよ、うん、いい夢だと思います。そこをあのこう話しながら、うん、3人で話して、またいろんな人を交えながら、うん、そうやって明るい会社というか、未来を笑顔にするような、うん、こうちょっとでも社会に役に立つような会社を作りたいじゃないですか。いや、もういい話だと思いますよ。はい、それが漠然としているので、うん、まあ、あの小林さん、あの高校の教師だったりもしたじゃないですか。はいはい、で、あの会社の代表だったりもするので、そういうところでいろんなノウハウを聞いたりとかですね、はい、いろんな意見を混じり合わせながら、はい、こういい活動ができていけたらなと、この中目黒を拠点に、ということで、もう中目黒ベースノンオイル小林です。ノンオイル小林です。いや、でももう大先輩なんですよ。いやいやいや、年は。何言ってるんですか。何言ってるんですか。中国人か。あ、すみません、中国人の方は別にあれなわけじゃないですけど、はい、コロナウイルス気をつけましょう。コロナウイルス気をつけましょう。全然言ってないですか。深夜じゃないですから、まあまあ、まだ、ね、10時、まだ10時台ですね。まだ10時台です、はい、こういったわけでですね、もう毎日も配信していこうということで、うん、まだ僕のチャンネルで、16人、17人しかいない僕のチャンネルでしか、そのうちの一人は僕ですから、ね、そうです、流してないんですけど、これをやっぱりどんどん増やしていくことが目標なわけですよ、はい、やっぱり、はい、そうですね、なのでこの中目黒ベースのチャンネルももう作りますので、はいはい、そうですね、松本さんが松本さん一番年上でもう60歳のおじいちゃんなんですけども、う、ね、あの信用できる ね、あのシナリオセンター、タイタンの学校もシナリオを教えてる講師でございまして、もう今度なんか今度また1個増えるみたいですから、はい、シナリオを教える学校がもう1個増えて、もうシナリオばっか教えてますよ、ね、死ぬんじゃねえかなって。いや、でもね、僕は本当にあの年上ですけども、あのこうちゃんとしっかり一緒にやっていけるんじゃないかなと思った方なので、そうですね、はい、そこにですね、はい、やっぱ小林さんも、はい、まあ、僕も信用を得ないといけないですし、あのこのとりあえずはこの3人でですね、結束を固めて、そうですね、そうですね、こううまいことやっていければなと思いますので、そうですね、ここからいろいろ発信していきましょう。そうですね、なので、うん、頑張りましょう。僕たちの仲間もいっぱいいるじゃないですか。たくさんいますね。中目黒ベースに呼んでですね、うんうん、ちょっとここでお茶を
飲みながらとか、お酒でもいいんですよ。そうですね。なんかそういうあの面白いことをやっていこうということで、中目黒ベースありますんで、いいじゃないですか。ぜひ、一緒に盛り上げていってもらいたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後に、松本さんを紹介しましょうかね。はい、そうしましょう。それでは松本さん、はい、どうぞ、はいはい。出ました、松本さん。ありがとうございます。松本圭さんでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、松本さん、はい、健康第一でございます。わかりました。まずグーパーをやってください。グーパー、グーパー、グーパー、そしてあいうえお、あいうえお、この母音、そうです、お、ちゃんと母音を発する。で、タバコをやめる。今年は本当にやめてください。はい、失礼します。すぐ吸うんですよ。ここの事務所で吸おうとしてましたからね、本当に。あれ、これ禁煙ですよね。禁煙ですよ。いやー、ルールは守らないとね。そうですよ、普通に吸おうとしてましたから、ね、危ないですよ。火事の元でもあるんですから、そういうところは。そうですね。こちらはもう完全禁煙ということで、よろしくお願いします。完全禁煙ということで、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最後に、はい、小林さん、何かありますか。なんか、中目黒ベース、これから、まあ、経験エンターテインメントをこれから作る、そして、いろんなことありますよね。映像に出ていく芸人の道、それから、まあ、舞台もそうですし、シナリオもそうですし、いろんなもう夢というか介護もそうですし、広がると思うんですけども、それを、まあ、まとめてこう、まあ、どうしていきたいかというか、小林さんのなんか思いというか、竹をですね、はい、あの僕の17人見ているあのチャンネルでですね。いやいや、そのうちの1人僕ですよ。なのでぜひちょっとなんか一言。そうですね、うん、はい、あのせっかくご縁をいただいたあのお話ですので、世のため人のためになるような会社になっていけばいいなというふうに思ってますね、うん、はい、本当そうなんです、うん、そうなんです。ここからなんかもうお年寄り高齢化社会じゃないですか。そうですね。僕たちもなるし、うん、だからその僕たちがなった時にもなんか下の人がそういうことをできるような道しるべじゃないですけど、少しそういうことが本当にできたらなと思ってて、そうですね、まあ、その一番最初に助けるのが松本のおじいちゃん。ああ、そうですね。松本のおじいちゃんをどうにか助けたいという。そうですね。介護福祉士なんで。そうですね、そうですね、小林さんは、はい、もうあの介護が必要になったら松本先生の介護は小林が責任を持って、はい、どうより小林が、ね、責任を持って、静岡の施設に連れて行きます。静岡の施設に連れて行きますね、はい。じゃあ違う松本さんをまたあのこちらの代表にしてあの頑張りますんで、それまではよろしくお願いします。最近松本先生、はい、あの会話してても、はい、あれあれほらあれ、あれ、あれ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 出てこねえやっていうフレーズが最近多くなっているんですよね。多いんですよ。心配なんですよね。心配なんだから、なんか海藻を食わせましょう。わかめとかあと魚とか DHA ですか、なんか。あ、そうですね、青魚食べさせましょう。最近あのカレーの、グルタミン、あ、グルタミンでしたっけ、カレーの成分があるんですけど、それがあの脳にいいという今言われ始めて。本当ですか。はい、じゃあ3食カレー食べさせましょう。あ、これありますしね。それでは、はい、今後ともですね、今後ともですね、中目黒ベース、そして KK エンターテインメント、松本 KKH 小林、大湯小林をですね、ぜひよろしくお願いします。またこのスタジオですね、あのやっていきますんで、ぜひ皆さん遊びに来ていただいて盛り上げていただけたらなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。